北京から帰ってきた1試合目ですよ、うん、でもちろんスタメンで出てライトで、うん、その試合の雰囲気がジージー佐藤ってフライ取れるのかなって雰囲気がなんとなく全体に流れてたんですよね。でなんか4回表ぐらいまで飛んでこなくて1球も、うん、4回のワンアウトぐらい飛んできたんですよ、平凡のライトフライが、うん、って言ったら平凡のライトフライが上がった瞬間に球場が静まり返って、おおおおおお取ったー大歓声湧いたんです。僕あんだけ平凡なフライで沸かしたプロ野球選手僕しかいないです本当にGG が取った、倉田が立ったみたいな感じでした。